待たせいたしました。阪神競馬第6競走3歳未勝利戦、芝の 2400m、 7番ミビダロカ、競走除外で15頭で争われます。正面スタンド前からのスタートです。奇数番号の各馬収まって、偶数番号の各馬向かいます。雨が降り出しました阪神競馬場。馬場状態芝ダート寮の発表、6レースを迎えています。10番グロを向かいます。最後16番ソレジャートポスト、16番ゲートに誘導を受けます。ソレジャートポスト、ゆっくりと歩を進めてゲートの中収まりました。係員が離れます。スタートしました。ほぼ揃いました。さあ先行争いです。横に広がっています。内から4番ストリートライフ、高ダッシュ、さらに外からは16番のソレジャートポスト、内を見ながらスーッと先頭に立っていきますが、間からは6番のウィンバリオスを前に来ます。2番手には4番ストリートライフ、3番手12番ルージュベルダ、そのうちに6番ウィンバリオスが並んで、1馬身差2番の名将ホーコンが行きます。さらにその外から上がった15番のスワヤンブナート、1コーナーのカーブです。花に立ったのは16番ソレジャートポスト、リードを2馬身半、2番手に4番のストリートライフ、その後は2馬身差12番ルージュベルダ、1馬身6番のウィンバリオス、それから1馬身半15番スワヤンブナートが追走して向こう上面です。1馬身内から2番の名将ホーコン、2馬身差8番のバラダムドラーがそれに続きます。そのうち並んでいる1番のアップデート、それから2馬身差11番エバーフレッシュが追走して向こう上面中間に入っていきます。それからその後に9番のプレシャスソウル、あとは10番グロー、1馬身差内から5番のレイは元旦、さらに14番のフェニックスループがスと並んで、1馬身差13番サウンドグランツ、最後方追走が3番のブロンドケリーという体系、外回りコースへとこれから入っていきます。16番のソレジャートポストが先頭、リードは2馬身ぐらいです。2番手に4番のストリートライフ、3番手は12番ルージュベルダ、1馬身4番手、内6番のウィンバリオス、外じわっと接近15番スワヤンブナート、3コーナーを回っていきます。2馬身差内から2番の名将ホーコン、その後半馬身バラダムドラーが追走します。それから1馬身内から1番アップデート、外並んでいく11番エバーフレッシュ、1馬身外から上がっていく14番フェニックスループ、その後ろに9番のプレシャスソウルと10番のグローが追走、13番のサウンドグランツ、あとは内から5番のレイは元旦の追走で600をすでに通過。さあ前は固まってきましたが、16番ソレジャートポストに4番のストリートライフが並んで直線コースに入っています。さらに外から12番のルージュベルダ、3番手前の2頭を追って、その内からは6番のウィンバリオス、4頭の外から15番のスワヤンブナート、最内をついて1番のアップデート、そして馬群の外に出したのは2番の名将ホーコン。残り200の標識を通過して、さあ先頭は今度は内から1番アップデート、間からは4番ストリートライフ、さらにその外には15番のスワヤンブナート、スワヤンブナートが2番手に上がった、1番アップデート先頭でゴールイン、2番手15番スワヤンブナート、3番手が4番ストリートライフ、直線最内をついて鋭く伸びた1番のアップデート快勝です。2番手が15番のスワヤンブナート、3番手が4番ストリートライフ、勝ち時計2分28秒に上がり、4ハロン46秒4、3ハロン34秒4でした。阪神競馬第6競走3歳未勝利戦、芝の 2400m、勝ったのは1番のアップデートです。3ヶ月半ぶりの実戦、今日が2戦目でした。アップデート最内から鋭く伸びて鮮やかに抜け切りました。エピファネイア3区、鞍上は和田隆二騎手です。2番手15番のスワヤンブナート、3着が4番ストリートライフ、この3頭から後ろはやや離れました。正面の掲示板、1着1番アップデート、2着15番スワヤンブナート、3着4番ストリートライフ、4着9番プレシャスソウル、5着2番名将ホーコンです。確定までお待ちください。1番のアップデートが勝ちました。15番のスワヤンブナード2着、4番のストリートライフ3着、ご覧のような最終オッズです。11番人気、4番人気、1番人気の順です。
単勝1番 101.0 倍、枠連18 33.6 倍、馬連1番15番 439.0 倍、馬単1番15番 1174.8 倍、3連複1番4番15番 260.0 倍、3連単1番15番4番 4319.3 倍です。単勝万馬券でした、はい、確定までお待ちください。これは馬